ということで、今回の動画もそろそろ終わりになります。チャットジャックマーケットにはですね、とてもたくさんのね品物を探すことができると思いますので、まだねチャットジャックマーケットへ遊びに行ったことがないよっていう方ですとか、まだね、チャットジャックマーケットには行ったことないべさという方はですね、一度ぜひね遊びに行ってみてはいかがでしょうか。今回の動画も最後までご覧いただきましてありがとうございました。